今回は難読漢字の脳トレです。1問につき10秒、全部で10問です。時間が足りない場合は止めて考えても構いません。本日のテーマは天気、気象の難読漢字です。この漢字は何と読むでしょう。答えは木枯らしという字です。秋の終わりから冬にかけて吹く冷たく強い風のことです。この漢字は何と読むでしょう。答えは梅雨という字です。5月末から7月中旬にかけて雨や曇りの日が多くなる気象現象です。この漢字は何と読むでしょう。答えはさみだれという字です。5月頃に降るだらだら続く長雨。この漢字は何と読むでしょう。答えはしけという字です。悪天候の風雨で海が荒れること。この漢字は何と読むでしょう。答えは処暑という字です。夏の暑さの峠を越した頃のこと。この漢字は何と読むでしょう。答えは長雨という字です。3日以上降り続く雨のこと。この漢字は何と読むでしょう。答えはあられという字です。空から降ってくる5ミリ以下の氷の粒。この漢字は何と読むでしょう。答えはいざよい月という字です。満月の翌日の月、新月から16日目の月。この漢字は何と読むでしょう。答えは蜃気楼という字です。温度差による光の屈折で離れた景色が近くや違う形で見える現象のこと。この漢字は何と読むでしょう。答えはそばえという字です。天気がよく日が照っているのに雨が降ること。